アンディ・カフェミンのポエムと歌の中間でいってみよう僕のことがまた必要になるまで作詞よちつまアンディ・カフミン2007年11月の4日君がまた僕のこと 必要になることがもしまた起きた時までに君が僕に教えたいことを限りない夢 見て僕は気がついていせたい。今はこのままでいいと自分に言い聞かせてる。眠たくもない。 一応の午後を横になって過ごしながら平日に撮りためた見たかった番組をまとめて今見ている明日までに すべて見切れるかどうか心どこか忙しい思いして他にも何か今しなきゃいけないことを探していると寝ぼけていつもの 仕事場の仕事を自宅の中に今いるのにしなきゃって思いになるけど今はこのままでいいと自分に 言い聞かせている。眠たくもない日曜の午後を横になって過ごしながら君がまた僕のこと必要になることが もしまた起きた時までに君が僕に教えたいことを限りない夢を見て僕は気がついて見せたい ありがとうございました。アンディ・カフミンのオンチール TV Show!